ャーブルコスです。今回もね、ビレッジオブシャドウじゃねえ。A young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. ビレッジをね、やっていこうというふうに思います。But the forest greeted them with dark, cold silence. シャドウズ・オブ・ブローズをやって Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on over vine and under branch and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales and her throat became bone dry.まあ、このオープニングとね言葉が重なっていく感じかもしれないですけど、まあまあまあ皆さんね、いろんな人たちでこうバイオビレッジ見たことあると思うんで、バイオのビレッジでなんかバイオビレッジね、見たことあると思うんで、まあ普通に楽しんでいただけたらなと思うんで、で、サードパーソンシューティングでのパターンでやっていこうと思いますので、まあ、これまでね、あのずっと FPS でやってましたから、The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself. So she clothed herself and smiled with joy.Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fin. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters.なんとなくこんなんだろうね。あのね、ラズエロ細木さんの酒の細道っていう本を読むことね、まあ、ちょっと90年代くらいの漫画なんですけど、酒飲めない人でもね、めちゃめちゃ酒飲みたくなる。酒が飲みたくなるし、その酒のつまみに合うおかずとかっていうのをめちゃくちゃ食べたくなるみたいな。さて、ちなみにまだ、残念ながらバイオのこの世界はバグった世界のままになってます。モッドとかじゃないです。MOD とか使ってモッド使ってないし、でも世界がバグり散らかしてるんで、一個懸念としては、実際に、まあ、人生相談というか振り返りプレイをやった時に起こった出来事だったんですけど、あ、そうそう、ドナテで井戸の中に入っていくときに井戸に入ることが一生かなわないみたいなこう事故が起こったんですよ。まあそれが残念ながら起こる可能性があるということでね。はい、There's nothing wrong with my memory. 吹っ切れてる人ってさ、そんな凄みをこう出さないと思うんだけどね。あ、そうそう。でさ、ローズのところをプレイしてたときに、なんだったっけ？E さんとの思い出を振り返るっていうのがあって、E さんとの思い出を振り返りきれなかったんだよね。それがなんかちょっと悔しかったんだけど、これちなみにまさかと思うけど、ここは FPS なのかな？ It's okay, Rose. 大丈夫？ Your mother doesn't want to remember. これもしかして。I can't blame her. Nothing. I'll put her down. イーさんの顔、イーさんの顔が見れない。見せないもんねって。くす。あ、かわいい。こんな頃あったんだよな。ちょうど1年前くらいか。もうちょっと幼いか。でも6ヶ月でこれだとでかいよな。もう、ね、もう部屋の中が真っ暗なんですよね。まあ、外が真っ暗だからっていうのあるかもしれないけどね。でこれ行こうとすると、近づけてはけ、あ、はい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 、あ、これこのままなんだ。ほら、ジャガイモ、アボカド、キャベツ、何を作るか分かんないってて、hey, doing, めっちゃ怒るやん。あれでもなお鍋がなくなってて、あ、でもフライパンはそのままなんだね。ほうほう。でもワインが移動してて、あ違う、あ違う、ワインはここにあって、でも料理並んでなかったよな。調べる。Once you're a big girl.We'll have a drink together. 本当に娘と一杯やれるってなったら飲めなくてもなんかちょっと無理して飲んじゃいそう。なんか継がれるままに。これ殻つけたらいいのにね。パン。で、よいしょ。いや、ほんとすやすや。
なんだろうな、この全身をさ、もうなんていうの、もう心の底から預けてくれるみたいな、この娘ちゃんの、ね、Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. これもなかなか減らないな。あ、なに、じゃあ離乳食自分で作ってるんだ。そういうことか。ほう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 。なるほどね。いや、素晴らしい心がけと思いますよ。うちの嫁さんもね、あの自分で作って娘ちゃんに与えてるからね。いや、あれほんとすごいと思うよ。あ、なんかあと嫁って俺が言う言葉じゃないっていうことをなんか知ってたけど、ついつい嫁って言っちゃうみたいな感じだね。あ、外に車止まった。え、ちょっと待って。ライトつけっぱなしですよ。消さなくていいの？え？ライト消した方がいいと思います。それともこれあれ BSA のあれなのかな？そうね、散歩暖かくなってからね。何もない。見てる。あー、ちょ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 。大丈夫大丈夫大丈夫。They're there. そうそうそう。It's like I said to your mom. 見てるんだよな。That book's too scary for you. なんかね、つい最近嫁さんがですね、まあ、あの妻って言い方が正しいらしいけど、もうあの言いやすいから 嫁さんって言うけどさ、だって妻さんなんて言わないじゃんね。超よい方役だ。じゃあ吹っ切れてねえじゃねえか、飲んでんだったらよ。そうそう、嫁さんが指き、いや指じゃねえ、あのグラスのコップを割っちゃって、でその時に左手をざっくり切っちゃったんですよね、ミスターエブリューは。 Why do I even keep this around? I should get rid of it someday.これがあるから吹っ切れてねえんじゃねえか、もしかして実はね。クラン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 。そう。Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. 調子取れば。で、そうそうそう。で、その時に、まあ、あまりの痛さに、こう、嫁さんがね、あの、残念ながら、残念ながらじゃないね。残念ながらっていう方は変だな。ちょっと、まあ、痛すぎてこうから体を土下座みたいな格好でうずくまってたらしいんですよ。そしたら娘ちゃんが顔を覗き込んで大丈夫ってこういう表情で顔を覗き込みながら肩をポンポンって頭をポンポンってしてくれたそうなんですよ。まあ、僕ちょっとその仕事中だったんで現場いなかったんで、めっちゃ燃えてるわ、こっから見たらただの火事にしか見えん、うん、だったんですけど、だから似たようになんか僕もちょっとね痛いみたいなこうねしたらね、よくね娘ちゃんが顔とか頭とかぶつけた時に、痛いの痛いの飛んでけーっつって僕に飛ばしてきたりするから、それで飛ばしされて痛いってお風呂に一緒に入りながらやってたら、娘ちゃんが感情移入僕にしちゃってふえーっつ、そっからね20分25分くらいかな、うん、15分20分くらいずっとギャーって泣いちゃって、これやったね、このプレゼントでかいなー。そうそう、泣いちゃってね、あれ大変だった。だからあの嫁さんが傷ついた時は、Don't you worry. I'll be right downstairs. 娘ちゃんは大丈夫で心配してくれて、で僕が泣く時は娘ちゃんはその感情をパクっていくっていう、そういうね、うん、そんな感じでしたね。そっか、これいろいろ見てるとあの時と同じやつになってるんだな。ってことはここに手紙がない。いつ書いたんだこれ。62.36.57。Rose is fine. Rose is fine. あれ？手紙どっか書きかけ。お、Rose のお気に入り。Gun survivor. It's not paranoia if they're really out to get you. そうね。でここにローズの写真が飾ってあったから、だから記憶は必ずしも正しいとは限らないっていう書いてあったから、だからそういうことなんだよね。うん。またミアと喧嘩した。でミアが神経質になるのもわかる。うん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 。ここで特に何も言わないね。OK。てか、パーカー脱げよ。パーカーてかコート脱げよ。ここでそんな格好しなくてもいいだろ。パーカー脱がなくてもいいとか。フード付きの服にフード付きの服着るってよくよく考えたらセンスないよね。で、僕も同じことしてたことがあるんですけど、パーカーにコート着るっていうのを、なんか誰かにフードとフードってなんかおかしくないみたいなこと突っ込まれたことがあって、あ、そうなんだって思って、あ、あった。きっと美人になるぞ。She's going to grow beautiful. これ本編で見逃したかもしんねえな。きっと美人になるぞって、美人になったんですよ。16年後ね。で、その美人になったローズに会うことができたってね。あ、ちょっと待って、16歳ってさ、よくよく考えたらさ、ナルトもさ、16歳のになってからさ、ミナトに会ったじゃん。完全にナルトから取ってきたんじゃないのこれ、それって。
Is she okay? Sleeping like a, not like a baby. Hmm, that smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's chorba de lagum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're going to keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, your pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? At least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna... Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Get down! Mia! Chris, what the hell? Sorry. No! What? Why? この時は視点は動かせない。これがでもハンドウルフの人たちなのかな。急に格好が変わってるけどな。この時は BSAA なのか、それともハンドウルフなのか。は、違う、ハウンドウルフか、ハンドウルフなのか。うん。All clear. What the hell are you doing with my daughter? Cure, sir. Take him away. I said, get your hands off her. Ethan, no. She's so annoying. That's the kind of thing. You know, 47 歳だって言ってるけど、クリス、47歳でこの体型だったらいいな。Get him out of here. 今一生懸命体とか鍛えてるけどさ、本当はジム行きたいんだけど行けないからダンベル一つでなんとか頑張ってるんだけどさ、でもやっぱり。じわ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 ってとこだよね。だから今30歳だ、ちょうど30歳なんだけど、33歳くらいでこうある程度体ができて、35になった時にクリスみたいな体になろうと思ったら、どのくらいのスパン。 Hey Doc、 なんかね、やっぱりツイッターなんかで筋トレの人たちの、 No problem、アカウントばっかりフォローしていると、自分よりもはるかに軽い重量で鍛えている人たちなんかもいっぱいいるんですよ。例えばアームカール片方10キロでなんか10レップやりましたとかってね。まあ、重いからすげえ、軽いからダメとかそういうことじゃなくて、重くても、じゃあ軽くても、なんかやっぱり食事なんだろうなと思った。It's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about?Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this.まあいいや。そうそう。っていうのとかを見ると、今首が消えたけどね。なんかね、やっぱり、明らかになって言ったらいいんだろう。まあ自分とよりもはるかにすごいなって思ったりするけどね。だからそういう意味でいくと、筋力って意味では、まあ筋力というか筋肉か。筋肉に関しては明らかに僕の方が上っていう自負はあるけど、でも、その人たちと比べると見劣りするような体になってるってことは、まあ明らかに多分食事が間違ってるんだろうなって気がする。でも食事を制限とかなんかいろいろしてまでっていうのは、なんかちょっとね、やっぱ自分一人でやってるんだったらいいけど、食事をね、家族がいるんだから、家族と食事を変えて、いや、俺だけちょっとこんなにするわっていうのが、ちょっとなんか制限はしたくないっていうのが個人的な思いなんだよね。まあ、あと、食事を犠牲にしても体を鍛えるっていうのが、なんか自分では耐えきれないっていう。まあ、だから、体が思いを作れてないのかもしれない。Where's Chris Redfield?
ということでね、まあ、ちょっと中途半端なタイミングにはなるんですけれども、まあ、一旦区切りのいいところまでね、進めることができましたので、一旦この辺りでね、終了とさせていただけたらなというふうに思います。ということで、サードパーソンバージョンをね、サードパーソンシューティングバージョンをね、この先も見てみたいよっていう方はね、チャンネル登録、グッドボタンを押してね、応援していただけると嬉しいです。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。サードパーソンにするとね、実はこんな寒空の中に行くとね、イーサン手をスリスリしていたということが分かりました。シコシコじゃなくてよかったですね。はい。ということが分かりましたんで、本パートを終了とさせていただきたいと思います。では、また次回パートをお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。ふ、素早いな、イーサン。クソ、顔が見えない。残念。うわぁ。